皆さんこんにちは、サンシャイン真村です。今回の動画のオープニングはデータの破損によりこのナレーション方式のオープニングとなっておりますが、ご了承ください。今回の動画は東京駅から新潟駅まで E7 系の時号の乗車実況をお届けしたいと思います。上越新幹線には時号と谷川号という新幹線があるんですけれども、今回はある程度速そうな時号に乗っていきたいと思います。この時号もなかなか面白くて動画内で解説していくので、皆さんそこはお見逃しなく。はい、ね、今回乗るのは7時4分発の時303号です。20番線からね、発車します。停車駅がね、あちらに書いてるんですけれども、停車駅は上野、大宮、越後湯沢から先の各駅となっています。もうね、今日ちょっとね、思った以上に人いてね、みんなね、スキーとかスノーボードを持った人がね、いっぱいいます。まあね、この時期になるとね、ガーラ湯沢行きっていうスキー場に行く新幹線走ってるので、あれに乗ってくれることを願いたいです。ちなみに今回ね、自由席取ってるので、もう座れるか心配です。これではね、まあホームの方行きたいと思います。20番線はね、あの東海道線寄りの結構ね、近いところにあります。はい、本日の列車が入線してきました。本日はね、こちら E7 系となっております。今日はね、僕が予想していたよりもね、人が乗ってまして、もう自由席ね、これ座れるんかなと思っております。ちなみにね、 JR 東日本のね、所属の車両となっております。はい、ね、今から乗っていきます。もうね、なんかえげつないのよ。なんか3連休初日だからか知りませんけど、めっちゃ人乗ってます。もうちなみに今日はね、席数が多い2号車からちょっと進めていきたいと思います。乗れます、乗れるかな席。もうここ窓側開いてたんで、ここ座ります。 5A ですね。はい、 E7 系はこんな感じの車両となっております。この車両はね、北陸新幹線の開業の時に2014年にデビューしました。このようにね、日本の美を意識したデザインになっています。ちなみにね、 JR 西日本も W7 系という車両を走らせてるんですけれども、こちらはね、まあ北陸新幹線をメインの運用になっています。まあね、今日連休初日ということもあって、なんとか席は取れたんですけれども、もうめちゃくちゃ人乗ってます。もうボード持った人とかおって、もう車内ね、ぎゅうぎゅうです。まあ車掌ぐらいは取れると思うんですけれども、まあ車内解説はね、越後湯沢発車後に取ろうかなと思います。それではね、新幹線旅楽しんでいきましょう。はい、こんな感じでね、結構ね、この V 字みたいな、ね、ロゴが入っております。これね、イーストジャパンレイルウェイズカンパニーと書いてあるんですけれども、 JR 西日本の W7 の場合はウエストジャパンレイルウェイズカンパニーと書いてあります。もうね、早く乗っていきましょう。7時4分、電車は東京駅を出発しました。奥には E5 系のはやぶさが停車していますね。いやー、やっぱりホームには多数の乗客がね、待っていますね。この車内のね、雰囲気を見てもらったら分かると思うんですけど、結構ね、まあ賑やかな、ね、感じの車内で、コロナ禍であっても乗客が戻ってきたなという印象を受けます。東京駅の方なんで結構売店があって、ニューデイズとか駅弁屋がある感じですね。この E5 系は普段は E6 系の小町が連結されているんですけれども、今回は連結されていませんでした。奥の停車しているは E3 系の翼号で、結構いい感じのデザインですよね。電車は最初の停車駅の上野駅に到着しました。東京から5分で到着するので、結構東京品川間よりは短いなという印象を受けます。この上野駅は全国の新幹線の中でも唯一の地下駅となっておりまして、ご覧のように結構ね、面白い空間が広がっております。前回西本さんの動画で上野駅は頻繁に新幹線が来るという動画を上げられていたんですが、この
東京から大宮間はいろんな新幹線が見れるので見てみると結構面白いですよ。で、上野駅をしばらく過ぎるとご覧のように地上に出てきます。地上に出てくるとね、結構面白くてね、横にはね、JR 京浜東北線や上野東京ラインの線路が多分広がっているかなと思います。横にはね、結構ビル街があって結構面白いですよね。そして皆さん、奥にね、注目してください。奥に注目ならぬ、奥、車両センターが見えます。こちらには、カシオペアとか、寝台列車が昔止まっていたりとか、ご覧のようにね、E231 系などが停車していましたね。結構面白いですよ。やっぱり上野大宮間の特徴といってはね、ご覧のように埼京線とね並走することが特徴となっております。この区間は時速130キロぐらいで走るので、在来線の電車もね見やすいのが特徴となっています。ご覧のようにね、駅のところからもね新幹線が見やすくて、鉄道ファンはね新幹線が来ると発表してるのかなと個人的には勝手に思っています。これでね見てください、空もねいい感じに晴れていますね。やっぱりこういう日こそ乗り鉄にはね最適な日和かなと個人的には思っています。やっぱり埼京線って結構本数イメージあるのに、なんか全然埼京線の電車遭遇しませんね。まもなく大宮です。大宮の次は越後湯沢に。はい、車内には大宮駅到着のアナウンスが流れました。いや、ちょっとね、線路に雪が積もってるのが特徴ですよね。それでね、今ご覧のように233系のね、埼京線の車両が通過していきました。電車は大宮駅に到着しました。見てください、いっぱい線路がありますよね。この駅には北海道新幹線、北陸新幹線、上越新幹線、秋田新幹線、山形新幹線など全ての JR 東日本の新幹線が集結する駅となっておりまして、ご覧のようにね、ホームもいっぱいありますね。奥には E7 系の新幹線が停車しております。この大宮駅からも多数の乗客が利用されます。東京から乗るよりもね、大宮から乗ったことが安い場合もあるそうです。みんなスキーに行くのかなと思ったりもしています。電車は大宮駅を出発しました。この大宮駅を出発すると自由席の混雑も最頂点に達し、車内のね空気も結構ね賑やかになってきましたね。この大宮駅を出るとね、次の停車駅がね、なんと越後湯沢なんですね。いや、皆さん言ってること分かりますか？なんとね、この電車群馬県の駅には一つも止まらないんですよ。時号ってだいたい高崎とか熊谷に止まるイメージあるんですけどね、群馬県はね飛ばします。やばーい。本日も上越新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は動き新幹線です。次は越後湯沢に停車します。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。こちらにはみんな大好き鉄道博物館が見えます。この鉄道博物館からね、新幹線ウォッチングもできるので、ぜひ興味のある方は行ってみてはいかがでしょうか。ここには入社棟の線路が見えると思いきや、ここで E7 系か W7 系が高速で通過していく。やっぱこの光景は最高。大宮駅を出てから見逃せないのがやっぱりこのスポット、東北新幹線と上越新幹線がねこのように分かれていく光景なんですよね。上越新幹線の東京行きの電車はね、このようにオーバークロスをして東北新幹線の線路に合流するので、この光景はね多分ジェットコースターみたいで面白いかなと個人的には思ったりなんかしています。電車は熊谷駅を高速で通過していきます。この駅では高崎本線と在来線と乗り換えすることができます。いやー、誰もいなくてね、結構閑散としてますね。続いて通過していくのは本庄早稲田駅。この駅は JR 線と乗り換えすることはできません。このようにね、シェルターみたいなのがあって結構面白いと思います。ご覧のように関東平野を爆走運転をしていきます。いやー、こんな感じで冬の空っていうのは結構透き通ってて個人的には好きだなと思います。ご覧のようにね、住宅地も見えてきてね、結構新幹線乗ってるとなーという気分を感じています。ちょっとねカメラを回すのが遅れたんですけど、新幹線は現在高崎駅を通過しました。高崎駅は群馬県のね結構最大ターミナルになっていてね、いろんな路線乗り換えすることができます。それでね、2つ目の注目ポイントはここ、上越新幹線と北陸新幹線が分かれていきます。ご覧のように北陸新幹線はねちょっと長野方面に左に回る感じですね。いやー、やっぱこういう光景がね見れるのってなかなか日本にもないと思います。そして高崎駅を出るとご覧のようにトンネルが多くなっていきます。電波もねあんま入らないような感じですね。
いや、やっぱりこの山を、ね、越えるとね、景色が大いに変わってくるのかなと予想したいと思います。はい、トンネルを抜けましたが、見えてきたのは高原の住宅街みたいな感じですよね。いや、この山に立ってる人ってどうやって生活しているのか、なんか少し気になりますよね。そしてもう一つ山を越えると辺りには雪化粧が見えてきました。いや、やっぱりこの辺りに来ると雪が深くなってきてね、雪国みたいな感じのね、景色が広がっています。いや、これは絶景だ。そして新幹線は縄文高原駅を通過中です。ご覧のようにドーム型の駅になっているのが面白いですよね。 E2K がね、停車していて、この光景もね、あまり見えなくなるのかなと思っています。そしてトンネルを抜けると見てください、この雪景色。もう深い雪がね、積もっているんですがね、線路はご覧のようにね、温水スプリンクラーが作動していてね、あんまり雪は積もっていません。そして電車は越後湯沢駅に到着しました。この駅では北北線と上越線並びにガーレ湯沢に行く新幹線と乗り換えすることができます。いや、この辺りはね、結構スキーリゾートとか、夏はね、富士ロックの聖地としても有名ですよ。はい、ね、今越後湯沢でね、結構大量にね、スノーボードやスキーをね、持ったお客様がね、多数降りていきます。まあね、こっからはね、ちょっと時間あるんで車内解説しておきます。まず手前にはね、これフックありますね。これでテーブルがあります。テーブルはね、先ほどこちらですね、クロームブックのノートパソコンが1台置ける大きさになっています。それでですね、座席ポケットね、なんと JR 東日本の雑誌トワンウェール、なんと見てください、これ JR 西日本の西ナビまで入ってるんですよ。もうこれ見るとね、なんかもう実家に帰ってきた気分やなと個人的に思います。なんとね、中見ていくとね、サンダーバードであったりとか、あとは何でしょう、ユニバーサルスタジオジャパンの広告とかも貼られています。それでね、こちらには東北のじゃなくて、あの軽井沢のマーズですね、なんかこういうアプリでね、一つでこういうフリーパスであったりとか、交通機関、観光施設のチケットが予約できるよというようなものになっています。これでこちらがね、安全のしおりならぬね、まあ、鉄道のね、こう空調装置の説明であったりとかね、このフリー Wi-Fi の ID ですね。まあ今回はね、 JR 東日本の車両なので、 JR イーストフリー Wi-Fi の方になります。 W7系だとこっちのウエストフリー Wi-Fi がついています。223系の関空快速の車両にもついていますね。これで裏側にはね、車内案内が書いています。今ね、自分2号車に乗っています。後でね、車内探検行こうかなと思います。他にもね、細かいことが書いてありますね。これでこちらにはね、ドリンクホルダーがついてまして、ペットボトルをね、1本入れることができます。これでね、座席下にはね、このように緑のランプが点滅していますが、コンセントが各席に1つ備えられています。他のね、通路側や中央の席にはね、ここの2つにね、コンセントが用意されています。それでね、こちらにはミニテーブルが用意されています。新幹線は越後湯沢駅を出発しました。この越後湯沢駅で大量にお客様が降りていったので、車内はね、すっからかん状態になっていて、結構ね、車内は静かな雰囲気になっています。いや、やっぱりね、周りは雪積もってるのに線路は雪が積もってないなんて、もう異世界のような光景を見れるんで、すごい面白いですよね。そして見てください、このね、線路の周りにはね、もうスキーできるんちゃうかぐらいのね、雪が積もっております。これぐらいこの山のあたりはね、雪が深く積もるエリアだということがわかりますね。それでね、座席なんですけれども、座席にはこのように可動式のね、ヘッドレストが装備されていて、リクライニングはね、倒してみるとね、よいしょ、これぐらい倒れます。結構深く倒れますね。まあこんな感じですね。座席の柄もね、結構和をイメージしたデザインになっているのがいいですよね。はい、後方の1号車にやってきました。1号車にはね、こちらに運転室があります。これでですね、車内はね、こんな感じで結構ね、デッキの近い側にね、荷物置き場が用意されているのが特徴です。ドアもね、ちょっと木目調なデザインになっているのがいいですよね。はい、1号車の新潟寄りのデッキにやってきました。こちらにはね、
洗面所と手洗いが用意されています。女性用はね、このように赤色で、ね、目立つように表記されています。それでトイレはね、こんな感じでウォシュレット対応の綺麗なトイレになっています。洗面所はですね、このように和をイメージした飾りであったりとか、ドライヤーが使えるコンセントなどがあったりもします。カーテンはね、なんか普通な印象を持ってます。こちらにはね、まあ、ミネラルウォーターはちょっとね、誰かも持ち忘れと思っていただいたらいいです。まあ、昔ね、こちらに公衆電話が置いてありましたが、結構ね、最近公衆電話は撤去されました。結構ね、トンネルの時期にうるさいという声聞こえにくいかもしれませんが、ご了承ください。電車は浦田駅に到着しました。この駅ではテロップでも流したと思うんですけれども、乗り換え案内は、ね、なかったんですけれども、 JR 在来線と上越線と乗り換えすることができます。あと乗ってと思ったんですけれども、上越新幹線の駅ってこのようにドーム型な駅が多いですよね。やっぱり雪が積もらないように工夫しているのかなということがすごいわかります。なんかそれにしても雰囲気暗いですよね。6号車とね、7号車の駅にやってきました。こちらには、まあ、車掌室とですね、車内販売の、ね、準備室があります。この時号ではね、車内販売が行われているので、まあね、この準備室はね、ちゃんと利用されています。それにしてもね、壁が白と統一されてるのがいいですよね。はい、7号車にやってきました。7号車にはね、このように座席のない部分がありまして、こちらはね、車椅子対応の座席となっています。車椅子対応の座席ですが、最前列にはテーブルとコンセントがね、用意されています。あちらはね、ちょっと電風のないタブレットとなっていますね。飛行機ではいう位置掛けが分からなかったりする席となっています。はい、7号車にやってきました。7号車は車椅子対応の車両となっているため、ご覧のようにね、ドアとかね、通路が非常に作られています。まずね、こちらには先ほど言ったように洗面所。こちらには多分公衆電話の跡がありますね。それであちらには AED も設置されています。これでこちらにはね、多目的室が用意されています。まあね、気分が悪くなった時とか、まあ、赤ちゃんに授乳するときに使用できる部屋。これでこちらはね、多目的トイレですね。結構広めに作られていて、蛇口も結構大きいですね。着替える台も用意されています。でもちょっとね、なんか暗い感じだね。まあ、こういう感じです。これでこちらにはね、男性用と僕が男性用で、こちら手前がね、あの男性用の洋式トイレがあります。はい、8号車にやってきました。8号車がね、面白いのはこれなんですね。新幹線オフィス車両となっておりまして、まあね、車内でテレワークとかね、できます。まあね、このオフィス車両とか使ってね、なんか勉強するのもね、なかなか面白いかもしれません。ただね、実施しているのは土休日、再繁忙期、これらの日以外しかやってないので、まあ、今日はね、休日なのでオフィス車両は適用されていません。まあね、1回でもだけ利用してみたいね、この車両。まあ、8号車の車内にはこのような新幹線オフィス車両のリーフレットが入っておりまして、まあ、対象区間であったりとか貸し出しグッズの、ね、紹介もあります。東北新幹線の一部列車で au の Wi-Fi ルーターと追い高道のみをレンタルすることができます。これで裏にはね、なんか避難性ポッチとか結構サービスの、ね、説明が書かれています。まあ、皆さんもぜひこれらの JR 東日本の新幹線ご利用する際は利用してみてはいかがでしょうか。はい、10号車のデッキにやってきました。11号車から先はね、グリーン車、グランクラスとなっておりまして、もうね、こちらには極上の空間が広がっています。ただしね、こちらに書いてありますけど、
ご利用以外での入室デッキへの貸し入りはご遠慮くださいということで、もう私これより先行くことはできません。まあ写真撮りたかったんですけどね、ちょっとまあこれ書いてあるんでね、ちゃんとルールは守らないといけませんね。まあそんな感じで車内解説は以上です。新幹線は長岡駅に到着しました。この駅では信越本線と越後線と乗り換えすることができ、新潟県内の中でも結構大きい都市となっています。ご覧のようにね、この駅もドーム型の駅となっていて、奥にね、わかるかな、ちょっとちっちゃな駅弁屋さんもありますね。この駅から新潟間とかの新幹線利用も多いらしくて、その間のシャトル列車も走っているそうです。車内が飛びすぎてね、あんま軽食が食べれたらね、今食べたいと思います。まあカロリーメイトね、今月賞味期限切れるやつと、このインゼリーと、まあニューデイズに買ったアタッカーをですね、ちょっとね、時間内の食レポはね、今回省略します。やったん。はい、ね、車内から解説していくわけなんですけれどもね、やっぱりね、すごいいいな、系は新しい方の車両なので結構ね、快適ですね。あとね、前席にコンセントがついていたりしてね、結構ね、乗っていてもね、不便な面はないかなと思います。しかしね、今日めちゃくちゃ人乗っててね、特に東京から越後湯沢までの混雑がものすごい激しかったです。もうね、通路にもね、びっしり人が立ってまして、もうぎゅうぎゅうでした。もう指定席もね、満席と出てたので、あ、これ終わったなって乗るとき終わりましたね。でも今のね、区間、越後湯沢からですね、新潟の区間は結構ね、ガラガラなんで、まあね、運次第かなと個人的には思います。車内からは以上です。新幹線は燕三条駅に到着しました。この駅では弥彦線と乗り換えすることができます。皆さんは燕三条駅の名前の由来をご存知でしょうか。この駅の所在地は燕市と三条市の共同境界にあり、駅名をつける際には燕駅にするのか三条駅にするのかというのね、なんか騒動が起きたみたいで、結局双方の都市が燕三条駅にして名前を合体させることで合意したみたいなね、伝説をね、個人的には聞いたことがあります。新潟市内が近づいてくると、ご覧のようにね、広い平野が広がってくるんですけれども、越後湯沢あたりに比べると全然雪が積もってないですね。ご覧のようにね、土が見えるような感じで、やっぱり場所によっても雪の積もり方は違うんだなということがわかります。まもなく終点新潟、新越線、羽越線、マキシン線、越後線は乗り換えます。お忘れ物のないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。新幹線は終点の新潟駅に到着しました。この駅では越後線、白新線、羽越本線、新越本線と乗り換えすることができます。いやー、やっぱり新潟駅ってね、行き止まりの駅なので、やっぱりこの駅でね、新幹線が終わるとやっぱ少しね、寂しいなという気持ちもあります。はい、無事で新潟に到着しました。まあね、周りには雪は積もってない感じですね。まあ、ちょっとね、風が冷たいかなという印象を受けます。それにしてもね、車両やっぱ綺麗ですね。はい、ね、最後にはこのようにね、 E7 系とね、 E2 系の並びが見れました。 E7 系はね、このまま東京駅に行くそうです。あとね、驚いたのがね、これ見てください。なんとね、 MAX のね、表示が残ってるんですよ。昔8+8の16両で MAX 来てたんですけれども、やっぱこの MAX を残り、ずっと残しておいてほしいなって思います。でもね、あのスキーの理由、需要見てたらね、 MAX 残しておいてもええかなと個人的には思ったりもするんですけどね。まあ2階建てはね、残念ながらなくなってしまいました。はい、ね、サンシャイン真村2度目のね、新幹線実況、ね、こちらの E7 系でね、東京から新潟までの乗車実況いかがだったでしょうか。まあね、3連休の初日ということもあってね、すっごい人乗ってましたね。特にね、もう自由席なんで、もう通路にもびっしり人立っててね、またね、スノーボードとかスキーを持ったお客様が多数乗車されていましたので、結構ね、すごい面積を、1人当たりの面積を取ってるなと個人的にはまあ思いました。まあね、スキーシーズンとかはね、指定席利用した方がええかもしれませんね。まあね、こちら
今本日 E7 系乗ってきたわけなんですけれども、あちらの E2 系もね引退するのではないかと言われておりますので、ご乗車されたい方はね早めの乗車をねもう何回も言ってますけど推奨しておりますので、 E2 系乗ってみてもいいかもしれませんね。この動画が良かったと思った方はですね、高評価、チャンネル登録、コメント、サンシャインバナーの公式 SNS 等のフォローをどうぞよろしくお願いいたします。それではご清聴ありがとうございました。